この風景がヤバすぎる。ゲリラ豪雨で雨宿りを人と一緒にする鹿たち。動物との共生、和をもってたっとしとなす。まさに日本的な光景ですが、この鹿、実は世界でここだけにしかいない。古くから神の使いと言われ、手厚く保護されてきた奈良の鹿、768年創建の春日大社が保護したことが起源だとされています。明治以降は殺傷禁止区域が設定され、天然記念物に指定されている彼ら。実は2000年にこの鹿を対象とした遺伝子調査が行われ、驚愕の事実が判明した。それは奈良の鹿が独自の遺伝子型を持つ一種であるということが明らかになったからだ。奈良時代に連れてこられた鹿がこの地域のみで繁殖を繰り返した結果、純然たる独自の遺伝子型の鹿が生まれたってわけ。